はい、こんにちは、まえちゃんねる前原です。はい、今日はですね、ベイブレードの動画なんですけれども、はい、えんしんくん、またやってしまいました。ありゃ、やっちゃった。やりました。はい、以前やりましたね、こちらのゴールデンロストロンギヌス、うん、これが第1弾で、第2弾がこちらのゴールドベイスタジアムだったね。うん、そして第3弾は漆黒のゼノエクスカリバーってのやりましたね。うん、あれはえいしんくんなくしちゃったみたいだけど、なくしちゃいました。ごめんなさい。なくしちゃったんだけどね、うん、で第4弾こちらです。なんかわかるかな、これレイヤーダークデスサイザーなんですけども、光当てるとこんな感じ、ほら、あー輝いてるね、うん、はい、何を作りたかったかというと、ギャラクシー、銀河を作りたかったね、うん、なんでギャラクシーデスサイザーと命名しましょう。はい、使ったのはこのスプレーですね、うん、タミヤのディープメタリックブルーっていうですねスプレーです、うん、これを一回吹いて、でその上にこれを振りかけました、うん、ダイソーで売ってたグリッターってやつ、うん、多分女の子が爪につけるやつ、うん、これをパッパーっと振りかけました、はい、でさらにもう一度このスプレーを振りかけました、はい、結構綺麗にできたんじゃないかなと思いますね、うん、でただ裏側はいまいち、うん、裏側1回しか振ってないんですね、うん、だからちょっと元はあの黄色のダークデスサイザーだったんで、うん、黄色はちょっと残ってるかなって感じしますね、うん、はい、こんな感じです。じゃあ早速バトルしていきたいんですが、この前ベイブレードトーナメントでやったね、 C ブロックの強かったやつ、うん、スープレイブジャギーとかね、このちょうど紫色系のコンビ、うん、じゃあ私はこれでいきなりやりたいと思います。エシン君は、じゃあ普通のゴッドダリキーで、分かった、 6VRP、 はい、せーの、 3,2,1 ボス。さあギャラクシー、ギャラクシー、最初はウイジンは取ってくれよ結構取ってくれよ、ウイジンは立つ、あ、見事したね、けどいいね、おー、よかった、ウイジン取りました。さあ、見た感じ、ベイスタジアムは汚れてないないですね。はい、 3,2,1 ゴッシュ、あ、トラッシュ、新プラスしましてだけど、スタミナがまだ残る、これ、ゴッドがディブートしないと結構アタック、今のうちに当たって、まあ今は体力を温存で、あ、よしよし、リブート来い、リブート来い、リブート来ないね、あれ、当たんないと来ないのかな、なんで来ないの、あ、今来ちゃった3,2,1 ゴッシュ、おー、キリリです、こいついけ、おー、カウンター、こいついけ、おー、いい感じでアタックしてるが、よし、リブート来た、リブートしたね、やっぱり、あれか、やっぱバーストには追い込めなかった、うん、で僕は B に変えてドラグンストームウィングエクストリーム、 3,2,1 ゴッシュ、あー、オーバー、 3,2,1 ゴッシュ、おっしゃー、バースト、 3,2,1 ゴッシュ、うわー、やられた、やられたじゃあ僕はゴールドロンギヌスに変えます、はい、 3,2,1 ゴッシュ、オーバー、 3,2,1 ゴッシュ、アナザーディメンション、あー、ゴースト変えた、 3,2,1 ゴッシュ、うわー、まただはい、ということで今回はダークデスサイザーを塗装してギャラクシーデスサイザーを作ってみた、出たということで、今日の動画が面白かったなとか気に入ったなと思った方はぜひいいねボタン、高評価、グッドライクお願いします、はい、そしてぜひお友達にも教えてあげてください、うん、ちょっとチャンネル登録もよろしくね、よろしくね、ということで今回は以上でございます。ギャラクシー、バイバーイ、バイバーイ。